Metro, this way. This way. This way, Metro. Metro, Metro. Metro, it is way. Hala, hala, happy. Yalla, ha, Metro, Metro, it this way. Hala, hala, happy. Yalla, ha, Metro, Metro, it this way.こんにちは、ボーエフトラベルのゆりです。今日は僕の泊まっているこのカタールのファンビレッジというのをちょっとご紹介したいと思います。で、ここが僕の泊まっている部屋です。 M428、結構外れの方ですね。結構外れの方で、まあ、ちょっといろいろとあるんでご紹介します。はい、こんな感じですね。で、まあ、初めて入った時の映像があるんで、ちょっとこちらを見てください。はい、ここが僕の泊まる部屋です。あれ、なんかベッド2つのやつ予約したんだけど1個しかないな。うわ、なんか音すげえうるせえこれ。ああ、涼しい。エアコンだ。クローゼットなんですけど、これこんな感じですね。こんな感じなんですけど、こっち側はこれは設計上のミスかな。開きません。これが邪魔してて、これはどかせません。すごい、ね、設計上のミスかな。まあ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 、思ってたよりはいいんじゃないですかね。我慢しましょう。申し訳ないんだけど、なんか臭いです。この部屋すごく、何が臭いのかわからない。で、ここが、え、ちょっと待って、なんかびっしょびしょなんだけど、えぐっ。これ何、トイレ流したらこうなんの。うきつっ。はい、洗面所はもうなんかびしょびしょですね。入ったばっかなのに、なんだろう、水漏れ。まあいっか、そういうこともあるさ。はい、それで結局この一回拭いたんですよ、水垂れてたの全部。だけどまた濡れてくるんですけど、多分ここですね、この洗面台を使うと、水がまた漏れてきます。それと洗面所のシャワーなんですけど、これお湯が出ません。このいくらこっちにひねってこっちにひねったとしても全くお湯は出ません。コンセントを探したんですよ、ここら辺で。でも全然なくて、コンセントが。で、まず1個がここの洗面所にこの1つだけあって、で、もう1個がこのここですね、ベッドの後ろで。これ実はベッドが本当はここもっと壁側にくっついてて、で、最初これ全然取り付けられないというか、もうこのランプのためだけの電源コードで。そしてこれ中見てください、もうものすごく汚いです。多分なんですけど、多分清掃はしてないですね。清掃っていうか、僕が来る前の人の状態のままっていうか、あんまり綺麗にしてないと思いますね。もうホコリやらなんやらがすごくて、で、洗面所なんですけど、これなんかずっと置いてあるんですよ、この使いかけのシャンプーみたいなのが。いや、困った、結構困った。で、これもそうなんですよ、これも最初からずっと置いてあったんです。このスプーン、この開けかけのスプーン、フォークがずっとここに置いてあります。でも、この冷蔵庫は、まあまあまあ冷えるぐらいですね。一応パワーはマックスにしました。で、最初開け方全然分かんなくて、で、これをこれですね、これをなんか引っ張るとこう、まあ開くって感じですね。で、布団なんですけど、毛布、カタールって冬でも30度ぐらいあるんですけど、毛布が置いてありました。で、最初マジかと思ったんですけど、夜案外寒いんですよ。だから全然毛布でもまあなんてことないなって感じでした。それで、ちなみに、Wi-Fi、ここ、一応 Wi-Fi がファンビレッジっていうのがあるんですけど、これ、見ていただけると分かるんですけど、ここの部屋は、
Wi-Fi はございません。届きません、この部屋まで。はい。もうお湯も出ないし、部屋の掃除もしてないし、水は漏れるし、で、クローゼットも一つ使えないし、で、コンセントのためにベッドを動かして、コンセント挿すようにしないといけないしって、まあ、快適ではないですね。もちろん、全ての部屋がそうってことじゃないと思うんですよ。ここの部屋が特別だったのかもしれないんですけど、まあこれがファンビレッジですね。これで一泊約2から3万円くらいしますからね。いやー、ワールドカップですよ、これが。すごいですよ、本当に。で、あとまあ、一番最悪だなって思ったのが、これ鍵なんですけど、これ、見ててください、これ。鍵がね、もう入らないっす。閉められません。閉められないっす。はい、これがファンビレッジですね。もうずーっと奥の方までこういうプレハブの小屋がずーっと奥まで並んでます。で、一個一個こういう風にL のいくつとか数字が書いてあります。外国の人とかは結構なんか椅子とかテーブルをこうやって外に出して日光浴したりしてますね。で、これがまあファンビレッジという一番のメインストリートみたいなところですね。で、こういうお店もいくつかファンビレッジ内にはあります。ここは値段が結構高いですね。このだって例えばピザ、シーフードピザだと40ぐらいしますから、1600円か、普通か。まあこうステーキだと4000円ですね。いや、高いんではないでしょうか。普通のこういう仮設のところの食べ物にしては高い気がします。ああ、そして今日もこのとんでもないホテルに泊まりに来る人たちはたくさんいます。彼らはまだきっと知らないんでしょう、快適ではないかと。まあでも部屋によって違うかもしれないから、僕の部屋だけかもしれないんですけど、まあここに来ると Wi-Fi がつながります。だ、僕は Wi-Fi つなげようとするにはここまで来ないといけないんですよね。で、ここまで普通に歩いて徒歩、まあ、5分から10分ぐらいですかね。で、ここがパブリックビューイングですね。パブリックビューイングを、ここで見ることができます。まあ、今試合やってないんで、まあ、夜になったらここ人がたくさん来るって感じですかね。で、これがスターバックスです。スターバックスは相変わらずの人気です。こういう感じにテーブルとか外に並んでるんですけど、まあ、めちゃくちゃ暑いんですよ、カタールって。で、まあ、日差しがすごく強いんですよ、今もそうなんですけど。だ、大変ですね、カタールの人たちって。はい、で、ここがファンビレッジ内にあるスーパーマーケットですね。僕も初めて入ります。エントランス、うわ、すげえ涼しい。あ、で、こういうピパのオフィシャルの T シャツとかが売ってます。値段が79リアルなんで3200円、3000円ぐらいですかね。3000円です。普通に日用品も売ってた、知らなかった。ここで買えばよかったな。わざわざスーパーまで行って買いに行ったんでしょう。買いに行ったんですよ、別のスーパーまで行って。コルゲート、まあ、大体水の値段見たら相場とか分かりますよね、スーパーの。いくら水、
水1本の値段では書いてないわ。だからやっぱみんなこうやってヨーロッパとかと一緒でこうやって勝手にビニールから出して1本ずつ買うんですね、水を。なんだこのオレオ、初めて見た黄色いオレオ。へえ。あ、キットカットだ。僕が大好きなんです、キットカット。値段が400円ぐらいか。初めて見たキットカットオレンジ。160円ぐらいですね。意外と高いかもしれないです。これこんな便利なものがあるって知らなかった。こうサングラスとこれペイントですよ。もうこれだけ使って顔に塗っちゃえば国旗できちゃうっていう。日本のやつはないな。でこれが受付ですね、レセプションで。ここがさっきのパブリックビューイングのところですね。でここがスーパーって、ランドリーとかなんてそんななかったけどね。で僕の部屋ここです、 M4 なんで。だから駅から行ったらもうすごいだいぶ歩かないといけないですよ。半端ないっす。今電車の中なんですけど、ブラジルのサポーターとポルトガルのサポーターが騒いでます。今僕の目の前に映ってるのがそのドーハのザ・ドーハといいますか、この高層ビルが立ち並ぶすごい光景ですね。もうちょっと行ったら砂漠なんですよ、本当に。なのに不思議ですね、こんな高層ビルがあるなんて。トルコアイスだ、トルコアイスやってますね。挑戦してみます。トルコアイスチャレンジしました。なんか全然自分で取れなかったです。うまっ。普通にうまい。気づかなかったけどこのアイス20って言われたから、これ800円もしますわ。まあでもいい体験しました。ナッツとか夏系のものがいっぱい売ってますね。お菓子屋かな。ちょっと入ってみましょう。わ、寒い。あ、すごいスパイスの香りが、スパイスの香りがしますって。これがお菓子か。これあれじゃん、メイドインポーランドじゃない、これ。あ、メイドインポーランドだ。で大量のナッツが売ってる。 Where is the metal?This way. Thank you. Welcome. Metro This Way はもうカタールの流行語大賞です。間違いないです。カタールにこのワールドカップ期間中来た人ならわかると思うんですけど、もう一体何回この Metro This Way、 Metro This Way、 Metro This Way、 もう呪文みたいに聞かされてるんですよ。今カンフェスティバルにやってきました。まあ、どうして来たかっていうと、あのファンフェスティバルの中に FIFA のオフィシャルショップがあるということなんで、まあ、ちょっとそれを見てみたいなって思います。で実は思った以上にお金を使わなかったのでちょっと余ってしまっているという状況で、まあ多分もうカタールに来ることは当分ないと思うので使い切りたいという気持ちです。はい、これがファンフェスティバル内にある FIFA ストアですね。ちょっとこの200リアルですね、日本円でいうと8000円ぐらいちょっと使いたいなと思います。8000円分って言ったら結構買えるんじゃないのかな。おお、これがアディダスゾーンですね。
日本のユニフォームもアディダスじゃないかな。え ?335? 高っ。ユニフォームは、ユニフォーム値段書いてな。ユニフォームこれか、430だ。200リアルじゃ何も買えない。これとかいいんじゃないかな、このマスコットキャラクター。149。この箱に入ってるのは199。え、これ8000もすんの。ちょっとフィファストアを舐めていたらしいです。わあ、すっげえ来たね。もういろいろと荒らされてる。これは各国のジャージですね。300だ。イングランド、フランスかな。フランスですね。ちょっと思った以上に200で買えるものっていうのは少ない。これ帽子ですね。99。あ、やっと普通の値段っぽいものがあった。ちょっとかぶってみよう。なんか違うね。結構深いし、ちょっと違いますね。やめよう。すごい人だ。みんなすげえ買うな。僕はやめときます、買うのは。すごい、これがファンフェスティバルの大型モニターです。みんなここに座ってあのモニターを見ながらサッカーを見るわけですよ。物価調査をしようと思いまして、今カタールのスーパーに来ました。で、面白いなと思ったのがカタールのスーパー全部、これ多分レタスなんですけど、ここで栽培して、でこのまま販売してる。すごいっすよ。水もちょっと陳列の仕方汚いけど、まあ大体40円ぐらいですかね。違うか、60円か。この 1.5 リットルサイズで60円で、普通のやつだったら40円ぐらいですね、1本で。やっぱりピーナッツ類がかなりカタールではいろんなところで売ってます。で、まあ、大体カタールのカタールリアルって、1カタールリアル日本円で今大体38円から、まあ、39円、まあ、約40円ぐらいですね。だからかける40っていう風に計算して値段は出してます。やっぱりナン、こういうのも売ってるね。なんて言うんだろう、ナンじゃなくてなんて言うんだろう。うまそうだけど安っ。40円だこれ でクロワッサンとかも大体200円ぐらいですね。パンはこれサラダが 13.5?500円ぐらいか。で、買ったので、これからファンビレッジのパブリックビューイングを見ながら食べたいと思います。パブリックビューイングのところです。全然まだ人がいない。バッケー。いや、結構硬かった思ったよりも。全然ね、ふかふかではないです。まあ座れればいいや。まあ、移動させられました。いいじゃん、こっちでも。人がいっぱいいるわ、こっちは。ブラジルは控え選手しかいないけど、かなり強いです。はい、ということで以上が僕の今回のカタールの旅行でした。いや、もう本当にワールドカップから始まり、まあいろいろとちょっと大変なこともあったんですけど、
いや本当に楽しかったです、また次の国に行きたいと思いますので、ぜひ僕のチャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃあまたバイバーイ。